なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。異世界ライフ、異世界のんびり農家409、リグネ410、リアの母親、朗読を始めます。異世界のんびり農家リグネ。私の名はリグネ、ハイエルフの戦士だ。私は戦っていた。1対1なら負けることはない。1対多数でも森の中に引き込めば負けはない。その上、私の周囲には頼りになるハイエルフの戦士たち。私たちは100人にも満たなかったが、万人で攻められても押し勝てる、そう信じていた。それがゴゴリだった。相手は黙っていられる矢の的ではなかった。知恵を持つ敵だった。私たちの支配下にあったエルフ族を懐柔し、切り崩し、私たちが守るべきものの場所を調べ上げた。私たちが森の中で強いのは自由に動けるから。守るべきものを森の奥に隠し、敵を翻弄するから。だが守るべきものの位置がバレては自由に動けない。仲間は次々に撃たれるか捕まった。だが時間は稼いだ。守るべきもの、幼い子供たちが逃げる時間を、私は残っている子供がいないことを確認した後、敵に向かって突撃した。あの時は死んでもいいと思っていた。生き残ったのは幸運だったのか不幸だったのか。幸運だったのだろう。おばあさま、孫をこの手に抱けるのだから。おお、こんなに大きい。5歳か。うむうむ、よくやったぞリア。散っていたハイエルフをまとめ上げたその手腕も。よしよし。何を心配しているのだ。村を襲った人間や裏切ったエルフに復讐。ははは、安心せよ。今さら復讐など考えておらぬ。最初の10年、20年は考えていたけどな。100年、200年と過ぎるとどうしても日々を暮らすので精一杯だったし、目立つ相手にはもう復讐したし大丈夫だ。ははは、そうそう、あの裏切り者のエルフの生き残り聞いたか。何でもドラゴンの怒りを買って滅んだらしいぞ。私を恐れて島に隠れておったのに、エルフ帝国などと偉そうな名を名乗りおっていい気味だ。どうした。そんな遠慮した顔をして。愉快な話だ。一緒に笑おうではないか。ははは、落ち着いた。私は今リアの案内によってリリウスを紹介され、3人で村長の屋敷に向かっている。村長への挨拶は当然だな。だがその前に確認なのだが、私を一方的にボコボコにしたあのインフェルノウルフの群れは何だ。何もできなかった。その上手加減されているのも理解できた。インフェルノウルフは1頭でも凶悪だというのに、なぜ10頭もいる。ずるいぞ。彼らは村の警備隊です。お母様が村に来た時に殺気を飛ばしたので反応したのでしょう。お前たちだけの村ではないと聞いたからな。つまりは他の者の下についたということであろう。娘や同胞が屈辱的な生活を送らされているかもしれんと思えば殺気の一つも出る。私たちはこの村の一員として暮らしております。お母様の想像するような屈辱的な生活を強いられたわけではありません。それは嬉しい話だ。それでこの子の父親はどこだ。子が5歳ならまだ生きているのであろう。お前に逆らわんようにしつけしつけ言っておかねばな。お母様、リリウスの父はこのインフェルノウルフたちの長です。リア、お前獣と。お母様でなければ蹴り飛ばしていますよ。そうか、違うか、よかった。しかしインフェルノウルフの長なのだろう。リリウスの父はあちらにおられる村長ヒラク様です。村長の屋敷に到着し、客間に案内してくれたリアの示す先には数人いたが、男は一人だ。人間ではないか。人間ですよ。その上でインフェルノウルフたちの長です。そういうことです。なるほど、逆らっちゃいけない存在と。その横にいる女性はなんだ。お前が妻ではないのか。ルールーシー様とティア様です。その名前、まさか
吸血姫と殲滅天使。そうです。二人とも私より先に平久様の妻となっております。なるほど。あっちの怖いのは、ハクレン様とラスティスムーン様です。二人はドラゴンです。共に平久様の妻です。ちょっと落ち着こう。いや、確認はしておこう。村長の一団とは反対側。あそこに魔王に似た男がいるのだが。魔王です。平久様のご友人です。数日おきに来ています。その横にいるのが竜王ドース様で、その奥で子供を抱えているのが雷鳴蓮様ですね。ドース様の妻で、ハクレン様の母親になります。先ほど、話に出たエルフ帝国を滅ぼしたドラゴンで、その原因は村長とハクレン様の間の子であるヒーチロウ様の船を沈めたことです。今、抱えられている子供がヒーチロウ様です。ここはどういう場所だ？死の森のど真ん中にある村。冗談だと思っていたが、本当にあった。私にこの場所の話をしてくれた獣人族の子供も、私をここに運んでくれた魔族の男も、繰り返し言っていたな。村長はすごいと。なるほど。ここは私の常識とは違うようだ。とりあえずだ。リア、先ほどの殺気に関しては謝罪する。私はこの村に対して一切の悪意がないことを村長に伝えてほしい。お任せください。それと、先ほど聞いたもの以外で注意すべき人物は、全員です。ええ。誰が傷ついても、村長の機嫌を害します。ご注意を。獣人族の子供でブロンとかいうのがこの村の出身と聞いたが、それも含まれるのか。そうなります。あ、そうそう。インフェルノウルフはあそこにいたので全部じゃありませんので。他にもたくさんいますので驚かないでくださいね。あ、驚くといえば上を見てください。デーモンスパイダーの子供です。手を振ってあげてください。ブロンを捕まえた件も謝っておいた方がいいな。これは、いろいろと理解できたなら幸いです。では、村長がお待ちです。挨拶に行きましょう。リリウスは解放してくださいね。盾じゃありませんから。うむ、覚悟を決めた。私はこの先、どうなるかわからないが、娘のリアが凶悪な一団に溶け込んでいることを素直に喜ぼう。でもって、さっきから私を見てニヤニヤしている懐かしい顔、マルビット、お前までここにいるのか、今だけ、それでも構わない、恥を忍んで頼む、擁護して、友達だろ、500年前に陰剣天使と言ったのは謝るから。異世界のんびりの丘、リアの母親、リアの母親が村にやってくることになった。魔王国の学園にいるブロンが見つけたので、ビーゼルが送ってくれるらしい。急な話だが、失礼のないように準備しなければ、リアたちにはいろいろと助けられているからな。リアたちも母親と会えるのは嬉しいだろう。リアたちはどうして戦闘準備をしているのかな？しかも、結構本気で。うん、ビーゼルはいつも通り、村の南側から来ると思うけど、村の南側に陣地を構築する。構わないが、まだ冬だぞ。寒くないか？俺は、あ、屋敷で待っていたらいいのね。了解。母親を迎える儀式か何かあるのかな？挨拶に来たリアの母親は、ボロボロだった。リアたちがやったのかな？違うな。リアたちもボロボロだ。このボロボロ具合は、黒の子供たちだな。さっきから、褒めて欲しそうに俺を見ているし、挨拶が終わったらな。リフ氏族の戦士長、リグネだ。どうも村長をやっています。ヒラクです。挨拶は普通に終わった。短かったのは、リアたちがリグネをお風呂に連れて行くからのようだ。双方、ボロボロだもんな。本格的な話は、夕食時にでもしよう。リアとリグネが風呂に向かったので、黒の子供たちが期待しながらやってきた。褒める。しかしリグネとマルビットが知り合いとは思わなかったな。長生きしていると知り合いも増えるんだろうな。ルーもティアも知り合いっぽかったけど、噂だけ。そうなのか。ひょっとしてリグネって有名な人なのだろうか。おっと、すまない。
褒め方が雑だったな。よしよし、やり直そう。よくやったぞ。褒めて欲しそうにしていたから褒めたが、なぜリグネと戦うことになったんだ。夜、夕食でリアの母親、リグネと同じテーブルで食事をする。同席するのはルー、ティア、リア、リリウスも一緒に座ればいいのに。そういえばリアはリース、リリ、リーフ、リコット、リゼ、リタと姉妹、もしくはいとこと聞いている。他にもリグネの娘はいるのではないか。聞いてみた。リリとリタも私の娘になるが幼女だ。遠慮しているのだろう。そうなのか。少し離れたテーブルにいるリリとリタを見ると、お気になさらずとサインを送ってくる。本人がいいなら気にしないが、まあ夜にでも語らうのかもしれない。お酒でも差し入れておこう。食事中の話はリグネとリアが中心だった。なんだかんだで100年ぐらいは探したのだぞ。まさか死の森に逃げているとは考えもしなかった。追っ手を振り切るために仕方なく、申し訳ありません、謝るのはこちらだ、すまなかった。いえ、場が少し重くなるかなと思ったが、即座にリアが話題を変えた。そういえばブロンからお母様は遺跡にいたと聞いたのですが、リタの森にそのような遺跡があったのですか。リタの森というのはブロンたちがいる学園の北の森のこと。そこにリアたちの村があったそうだ。お前たちは子供だったから知らぬのだろう。あそこは一族で管理していた遺跡だ。と言っても魔物や魔獣の巣にならないように駆除していたぐらいだ。何の施設だったかは知らない。お母様はそこでずっと遺跡の管理を、一族の役目だからな。と言ってもここ50年ほどだ。長らく放置したせいで魔物や魔獣が多く入り込んで苦労した。遺跡で栽培していた苔も大半がやられていて、戻すのが大変だった。苔、うむ、過密や苔だ。リグネの答えにルーが反応した。問題なければ栽培環境などを聞かせていただけますか。一族の秘伝だと言いたいが、構わないだろう。ここは一族も同然だからな。リグネが俺を見て確認するので、うなずいておく。そうするとティアにテーブルの下でつつつつかれた。お言葉で。うなずくだけじゃダメなのかな。あ、ここで言うのね。実はルーやティア、リアから事前に状況に応じていくつかのセリフが用意されていた。ハイエルフ族は我が大樹の村を構成する大事な家族ですよ。これで大丈夫かな。ティアから OK のサインが出た。よかった。リグネの反応は、泣いてる。我が一族に安住の地をお与えくださり感謝いたします。お、大げさな。いや、これまでいろいろと苦労したのかな。リアたちも俺たちに合流するまでは常に野営みたいな生活だったらしいし、リグネさんもよろしければこの村に住んでいただければと思うのですが。お誘いありがとうございます。喜んで村の一員になりたいと思います。ただ働きはここではなく魔王国の学園でと考えております。学園、ブロンたちが通っている。はい、そのブロン君に誘われまして、あそこでなら遺跡の管理もできますので、無論大樹の村の一員として恥ずかしくないように努めますし、この村に危機があるなら真っ先に駆けつける所存です。いや、そんなに意気込まなくても。しかし一緒には暮らせないのか、少し残念だな。だがゴール、シール、ブロンのことを考えれば学園にいてくれるのは助かるかな。リアたちは寂しいだろうけど、リアが喜んでいるように見えるのは目の錯覚だろうか。少し離れたハイエルフたちのテーブルでは乾杯の声が聞こえる。あれ、ただ学園には春からと言われています。それまではここで一族を鍛えたいと思います。短い間ですがよろしくお願いします。リグネの言葉にリアの笑顔が凍りついている。ああ、なるほど、厳しいのね。リアたちの訓練は厳しいとこの村では言われているのに、そのリアたちが嫌がる訓練か。よろしければご一緒にどうですか。ははは、興味はあるけど遠慮しておこう。リア、
ずるいって顔で俺を見ないように。一応もうすぐ春だからいろいろと仕事があるんだ。三日後、村の南側に大規模な防御陣地が構築された。リグネの声が響く。遅い。これぐらいの陣地なら一日で作れるようになれ。は、はい、すみません。綺麗に整列したハイエルフたちが声を揃える。よし、では解体作業に入る。半日で終わらせるように。ええ、作るより楽だろう。やれ、できなければペナルティだ。何、そんなに厳しくない。私の考えた特別訓練をちょっとやってもらうだけだ。死の森で鍛えられたお前たちならそう苦労することもないだろう。ああ、これだとペナルティとして弱いか。そうだ、模擬戦も追加しよう。相手は天使族の補佐長がいたな。あれの実力は本物だ。楽しめるぞ。マルビット、模擬戦での敗北を政治で取り返そうとするやつと戦いたいのか。すごいな。私は嫌だぞ。だがお前たちの希望は最大限叶えたいと私は考えている。交渉してこよう。ハイエルフたちは春が来ることを強く願ったらしい。リリウス、リグル、ラテが参加するにはまだ早いな。見学するのも寒いだろう。俺と一緒に遊ぼう。お、ちゃんとお父さんと言えたな。ははは、照れなくてもいいじゃないか。余談、過密やコケって変わった名前だな。髪をきれいにする薬に使うのかな。リグネに聞いてみた。精力剤、夜の運動を助ける薬の材料だ。なぜ言い直した。というかそれ用の薬の材料なのにどうしてそんな名前なんだ。見た目か。いや、見た目は普通の苔だ。薬として使った後、女性の髪がツヤツヤしてきれいになるからそう呼ばれている。あれ、ひょっとして薬を飲むのは女性側、いや男性側だぞ。男性が薬を飲んで女性の髪がツヤツヤになるぐらい綺麗になるってどんな因果関係だ。深く考えないでおこう。しかしリグネを見る目が変わりそうだ。あれを育てているのは生活費を稼ぐためだからだぞ。だが子供には教えていない栽培場所なんだよな。ハイエルフの男はどうも淡白で、ご本、そう催促されずともちゃんと尊重用に上質なところを揃えて持ってこよう。いや違う、必要ないから。次回は異世界のんびり農家411、獣人族の男の子たちの学園生活、リグネが村に行く前、412、15年目の春。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。